こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。フランチャイズは、儲かるか。<ー>ランチェスター戦略の成功例、失敗例を、多分、日本一取材している萱野克美さんのセミナーに参加しました、まあ。昨日参加してきました。参加後の集合写真。この、隅っこにちょろっと。 切れた顔が写ってんのが、ね、茅野さんです、すこれ参加者の皆さん、私。で、昨日のセミナー、主催者は、フランチャイズ投資研究会。ね、ドヤ顔社長、後藤隆のブログと、ね、ドヤ顔で映ってますけど、この後藤さん主催のフランチャイズ投資研究会というところが主催でした。まあ、私はね、茅野さんの、まあそのセミナーというか、 成功事例の社長なんかにね、直接少人数で話し聞けるというようなスタイルの福岡だの東京だので、えー、割と頻繁に開催してるんでね、都合があると、まあ、極力出てるんですけど、まあ、昨日のセミナーはね、主催フランチャイズ研究会いやいや、フランチャイズにはね、私かなり否定的な考えを持ってたんでね、こういうところの会に出てもいいのかなと思いつつ、 まあ気にせず行ってみようということでね行きました、まあ、そもそも私は脱サラしてフランチャイズに加盟するという構図が不思議だったと、ねまあ、人に指図されたくないから独立するだろうになぜフランチャイズに加盟と疑問でしたしかし思い出した私もサラリーマンの時にフランチャイズ加盟の説明会に参加したことはありました 何をしたら社畜を脱出できるかね。わからなくて、まあ、リクルートの独立や企業、フリーなど雇われない働き方を選ぶ人に必要な情報や視点を提供する情報誌、アントレ。ね、これ全部ここ、今あの、雑誌の説明そのままコピペしたんですけど、確かにね、独立や企業、フリーなど雇われない働き方を選ぶ人というためにね、えー、この アントレ企業だろうに、ね。なぜかそのアンテレの中身がフランチャイズの広告ばっかりと、ね。それを読んでね、フランチャイズの加盟を考えたことありました。すっかり忘れてたんですけどね、昨日そのフランチャイズの加盟店、加盟してる人とかね、えー、話してよ、そういえば、ね、俺も行ったなと。さらにおまけに言うとね、そういえばうちクリーニング店だったんですけど、そういえば親父フランチャイズ化しようとして店舗を増やしてたことあったねと。 というのをね、ふと思い出しましたまた、あ、それはさておき、まあ、昨日のセミナーで分かったこと。まあ、フランチャイズ加盟で儲ける人もいると。ねまあ、そりゃそうですよね。儲ける人全くいなかったらフランチャイズ本部成り立たないんでねあの、儲ける人はいます。しかし、フランチャイズに加盟せずに独立しても稼げる人がフランチャイズに加盟して稼いでると。ねまあ、昨日、まあ、正直申し訳ないですけど、フランチャイズ 投資研究会という名前を見てね、きっと、へたれた、ね、勉強好きな人の集まりかなと思ったんですけど、いやとんでもない、バリバリの起業家の集まりでしたね、やってる人たちはね。えー、だから、ね、あ、フランチャイズで成功した人もちろん昨日はね、大勢いたんですけど、じゃあその人フランチャイズに加盟したから儲かったかというと、そんなことないね、この人たちはと。まあ何やっても多分成功するまでやる、 頭というかね、チャレンジ精神と打たれ強さと金を持ってる。まあ、金はあったかどうか分かんないですけど、えー、そういうね、成功に必要なものを持ってる人がフランチャイズを利用して稼いでる。反対に、独立して稼げない人がフランチャイズに加盟しても稼げないと。ね、サラリーマンの時の私みたく、何やったら稼げないのか,かん全く分かんないという状態で加盟金払ってフランチャイズに参加したら、まあ、当然失敗してたでしょう。 でね、サラリーマンの時代だし、貯金も全然なかったから、まあ一回失敗したらもう退場と、またサラリーマンに戻りましたね、借金付きで。えー、もうこれビジネス一回でね、フランチャイズで加盟しようが、使用し、加盟しまえが、一回のビジネスで一発で当たるなんてありえないんで、まあ失敗したらおしまいという勝負はすべきでない。そう考えるとね、えー、脱サラしてフランチャイズで加盟するのはリスクが高い。 そんなね、すごく当たり前の事実を確認できました。まあ、さらにマ、ま、ン、あ、やってる場合はもうね、えー、フランチャイズ加盟、それ脱サラとかじゃなくて、もう働きながらできることでまず稼ぐというのがいいです。で今、幸い、働きながらやって稼げる仕事でオーストラリアアマゾン出これ働きながら副業でもできるけど、副業のうちから本業より稼げる、えー、十分可能性が高いと。 で引っ張してもほぼ金減らないで日本は物価が30年前で止まってる。ね、オーストラリアは物価がガンガン上がってる。まあ、その差額を利用するだけでもね、えー、非常に稼ぎやすい環境ですんで、まず副業でできる。ね、オーストラリアアマゾン質で、えー、稼ぐと、ねで。そのまま本業にするというのが一番リスク少ないです。えー、何言ってんのお前と。ね、さっき一発で成功しないと言ったはずじゃんと。 い、えー、う方もいらっしゃるかもしれませんけど輸出ビジネス、物販ビジネスの場合はね、えー、商品をこう何個も何個もテストしますんで要は1個の商品にり込んでこれを売ってっていうやり方したらね、えーまあ、成功率は果てしなく低いですけど、まあ、Amazon 輸出のいいところはね1個買ってそれを送って売れるかどうか試せるってところがありますから、まあ、100個商品を送って、ね、あの売れる商品を探すというのはすなわち100回起業すると。 100個フランチャイズに加盟するってのと同じことです。100個フランチャイズに加盟すればね、そりゃ10個やね、少なくとも5個ぐらいは大ヒットして稼げるようになると思います。ただ、どうでしょう。フランチャイズ安いところでもきっと150万から200万。高いところはだと1億円ですね。まあ、安いので見て100個だと200万だったら2億円。1億だったら100億円と。 それだけ持ってる人が果たしてどれだけいるかと考えるとね、あんま現実的じゃないです。一方、オーストラリアマゾン輸出の場合はね、逆に1000円のものを100個買ったって10万にしかならないんでね、10万、20万で儲かる金脈を掘り当てられるということできますんでね、まあ、全然賞賛高い、賞賛高いっていうか失敗した時のすなわちリスクが低いから勝つまでできるんで賞賛が高いというのがね、このアマゾン輸出の特徴です。 ま,あまずは無料で情報チェックできますので、こちらにメールアドレスとお名前を記入してトルクボタンを押して、えー、無料 Amazon 輸出メールセミナーを購読してください。以上、Amazon 輸出サポーター、堀秀夫でした。